難しい。キックスタートはこんな感じです。皆さんこんにちは、ボンドボディ原島です。今回の動画なんですが、普段はツッチーパフォーマンスに動画撮影してもらってるんですが、新しい試みとしてボディから動画を上げさせてもらいます。ボディからの動画なのですが、細かい作業風景だとか工夫してる面だとかを映していけたらなと思ってます。それでは本編どうぞ。こちらが今回作業予定のブラバスリップです。見てもらうと分かるんですけど、ここがつなぎ目になってます。内側はこんな感じです。ここが割れてきちゃう可能性があるので、これから削って、パネルボンド入れてパテで成形していきます。これ削る時の注意点とかあるんですか？中に残ってないことかな、綺麗に。少し前もトイレでポンって飛んだけど、はい、要は足付けされてないから、はい、剥がれちゃうの。こんな感じで白いのがないように削っていきます。エアブローシでゴミ取り除いて脱脂していきます。ここで脱脂しないと剥がれる原因になりますので、しっかり脱脂していきます。結構盛るんですね。パテをつけたくないから。あ、なるほど。これでパテを減らすようにして、もうパテを減らす理由っていうのはやっぱりパテ痩せとかそういうのがあるから。うん、割れないようにするためにパネルボンドの方が強い。強い。こんな感じです。はい。ここから硬化させてくるような感じです。あれ1時間じゃ乾かないですよね。60度で1時間ぐらいかな。60度で1時間。うん、70度で今69度。でこれで大体1時間ぐらい、うん、炙れば、まあ、大丈夫だろう。大丈夫。なるほどですね。いきます。釜こんな感じですね。ガッチガチですね。平らになるまでいきます。これ気をつけることはありますか？いや、せっかく持ったから研ぎすぎないように。研ぎすぎないように。あ、なるほど。そう、研ぐとパテを盛りたくないので、パテを極力減らしていくような感じで研いでいきます。この時なんかやっちゃまずいこととかあったよ。当て板使わないとか。当て板使わないと大変に研げないからね。あとなんかありますか？あと、まあ、ウレタンのリップだから柔らかいから、あまり力いっぱいゴシゴシやると結局こうやってへこんじゃうから、はいはい、逆に平らにも研げなくなっちゃうから、はい、そこそこの力加減。あ、なるほど、うん、で研がないと。そこはもう職人の技ですね。ねえ。これでもまだまだです。まだ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 。ペーパーはいくつ使ってますか？今は120番で。120番。最初は120番。120番で。
パネルボード研ぐときはもうずっと120番ですか？いや、80番の時もある。80番の時、今回は今回はそんなにがっつり乗ってるわけじゃないから120番で。上面はいい感じですか？上面ができちゃったら、こうやっぱパテで。ここら辺ですか？うん。なんかこれ、これ。これかな？大きい。上はもう巣穴で、もうパテを入れるしかない。パテを。削った後はこんな感じです。この巣穴をパテで埋めていきます。あ、ここからパテ作っていきます。結構種類ありますよね。あるよ。今回どれ使うんですか？今回はこれラクーダパテ180。180は結構粗いです。細かい。あ、細かいの。ほぼ仕上げの手前みたいな。これ黄色いのが硬化剤ですか？硬化剤でよく混ぜて。混ざんないとこれやっぱ固まらないですか？固まらない。まずは巣穴に入るようによくしごいて、あ、こうなすりつけるような感じです。なすりつけて、へー、そう、四方八方から。最初から持っちゃうと全然入り込まないですか？入り込まないし、密着量を起こしちゃったら、はい、あ、もうこうしっかりしごいてあげて、しごいてあげて中に入れて、そこから上に全体的に。こんな感じでパテ持っていきます。パネルボンド同様、釜で炙っていく感じです。これどのぐらいで固まりそうですか？多分強制乾燥だから30分かかんないで固まっちゃうんじゃないかな。今回60度ぐらいで炙っていきます。パテ硬化し終わりました。ガチガチですね。ここから研いでいきます。180番でこの皮を取って、そこから240番、皮っていうのはこの線を研いでいく、これが一番平らにならないから。これは粗いので、粗いペーパー研ぎ終わったと、こんな感じです。次に240番、細かいので研いでいきます。番って分ける理由とかってあるんですか？目が細かくなって、次の工程でうまくなるような感じです。そうだよね。研ぎ終わり、こんな感じです。細かいパテなので、ほぼほぼ巣穴はないですね。ここからサベーサー入れていきます。